何してんの？あ、ね、線香花火をね、うん、あら、どうしたの？泣いちゃって。この線香花火落ちないよね。落ちますけど。落ちないよね。落ちますって。信じてるから。信じられてもな。あ、ほら、あはい、ということで、はー、あーすごい泣き声と泣き方が合ってない。どうしよう、どうしよう、大変だ。なんかできることあるかな。よし、大丈夫。あとね、あの今見てわかったのは、あの録音してる音は割れてた。あ、そうなん。うん、あの、あーって写真が音割れてた。あー、待って待って、一回とりあえずさ、はい、全員でダイス振ろう。あ、今振ったのに。あ、今のは向こう。あれね、今から振るやつで、とりあえず今10億ドルかけてるから。え、51 97。いくつ出ればいい。じゃあ、タロちゃん、あの、あ、2人に、2人に20億ずつ。あ、ありがとう。あはい、ということで。あいつ何でもかんでも泣きゃいいと思ってんな。仲間になろうね。仲間になろうね。仲間になろうね。その前に 20億ドル払って。あとゴールドじゃなくてドルになったから。ドル、やば、やば。円安だからやばいぞ。うん、やばやばやば。エレベーターの下。エレベーターどこだ。怒りそう。みんなサボってる。どうしたの今日。あのね、収録からね、1時間半の遅刻をしてので。ああ、収録前にね、はいはい、そう、私がね、ええ、はい、いや、あの、私が悪いわけではないんですよ。あの、なんかいろんな仕事が立て込んでしまっただけの話なので、はい、しょうがないよねっていうお話ではあるんですけど、ええ、あの、やっぱ遅刻してしまったっていう罪悪感から、はい、情緒が不安定。よし、秘密会議室。よし、秘密のことするぞ。秘密の会議。よし。で、あー、なんか、あ、待って、俺ディスコード見てねえや。これ誰が喋るの。あれ、こいつでいいんだっけ。待って、あれ、あ、待って、椅子に、あ、椅子にみんな全員呼び出せばいい。あ、あ、そう、椅子を調べれば賢者様を呼ぶことができるよと。で、多忙につき呼び出しに答えられない人がいるから、はいはい、そう、呼べよ。ブロッ、え、誰でもいいの。誰でもよ、もう呼べ呼べ。あ、じゃあ緑の。緑緑。ブロッケンを呼び出せって書いてる。椅子がかすかに震え始めた。カタ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 。ハイパーおじいちゃんタイム。おっと。ぐーぐー。寝とる。まあまあ、ブロッケン様の出番が来たようである。ある。ぐー。勇者の名誉ともよ、わしは英知の冠の一人、冠、賢者ブロッケンと言っておられるである。本当に言ってる。ブロッケン様はお眠りのことが多いので、愛用の杖であるところの我が輩が代弁させてもらうのである。ある、ある。ぐぐぐ、寝とるけどな。はんはん、ブロッケン様はこのようにおっしゃっておられる。本当？レール、プラレール。わしが預かる秘技は勇者の目。物事の真偽を見極めることで魔物が生み出したまやかしを打ち破る技よ。はあ、ルビスの守りみたいな。この秘技なくして大魔王やその眷属と戦うことは難しいであろう。強いぞ、感じに強い。アンルシア姫が勇者の目を得得するには真偽の試練を果たしてもらわねばならぬ。真なる者を見抜く目を鍛えるのだ。はい、友よ、勇者の盟友としてお前にはアンルシア姫と共にわしの用意した魔物と戦ってもらうことになる。はい。ということなんだけど、友もアンルシア姫と一緒にこの試練に行ってくれるよね。いいよ、くれるよね。あ、アンルシアどんなんだったっけ。あ、出た。忘れた。早見さん、アンルシ、早見さんじゃない、私は。友、覇者の秘技の試練に私と一緒に行く準備ができたみたいね。なんでわかったの、気持ち悪い。ブロッケン様、友と共に必ず試練を果たしてまいります。バカにしてんのか。友と共に。グーグーグー。真の荒萩色のモンスター格闘場に向かえば、試練の魔物と戦えるよう従業員の七振りはわしの名で愛で話を通してあるとのこと。はーい。アンルシア姫に友、気合い入れて頑張るのである。ある。真偽を受けました。受けました。友は一足先に向かって、私はルシェンダ様にこのことを伝えてから行くわ。マジ、あいつも分かってんだろ、伝えなくていいよね、賢者だからな。あ、ピュン。
なんかほうれん草って意識しすぎるとそれはそれでよくないよ。いや新卒のみんなに言うけど大事だよ、ほうれん草大事だけど、あ、もううざってえなってそれぐらいお前自分で考えろと思うときやっぱり大人ってあるよ。怖いよ、こんな先輩がいるからみんなひよっちゃうじゃんか言えって言ったり言わぬなって言ったりもうってなっちゃうんだからかわいそうに。まあね、申し訳ないんだけどね、でもね、聞きすぎも違うよ。あー、また言った、うん、そうまただ、あれですかね、あの棚からボールペン取るってお伺いしたんですけど、ボールペンってどれ選んでもいいんですか。それはさすがに全部同じだよ。どれでもいいようでいいんだ、どれでもいいようで同じ。ちょっとちょっとアラハギ色だ、アラハギ色、アラハギ色。俺も俺持ってるよ。あ、本当？本当だ、うん、やった。ここはゴンってならないかな、大丈夫かな。ホイミミでいいかな。ホイミミ、ホイミミダメか。かわいいね。いいんじゃない。あ、いいのかい。うん、あれだ、パーティーリーダーじゃないからお前は黙れって言われた。そんなこと言われんの、ドラクエってお前黙れって言われんの。あなたはパーティーリーダーではありません。このクエストを進行するにはパーティーリーダー以外の受付は不可能となっております。黙れって言われた。黙れまで言われるんだ、やばいね。黙れか、左。はい、あ、いたいた、リーダーです。お待ちしてました、勇者の名誉トモさんですね。ブロケン様よりお話を伺ってますなんか嫌なことあった、やっぱ黙れって言われたから。勇者とその名誉が肌の秘技を得得すべくここに来る時を待ってました。ついに私の役目を果たせるのですねそうです勇者姫アンルシア様もすぐにこちらに来られるでしょう。試練の魔物との戦いの舞台は整えてありますどこの方言これ。この戦いではパーティーを組んでいたりサポート仲間を連れていても大丈夫です。早速試練の魔物に挑戦なさいますか。はい、か、ああ、かしこまえっしゃおっしゃさだだつなんて大丈夫かなこいつ。じゃあ待ちましょうかね。さっき黙れって言われたのに急になんかお前ドアの代わりなんだな。お前ドアなんだな。お前ドアなんだな。ナダフどうしたの今日やっぱり情緒不安定が過ぎるぞびっくりマーク書いてある上に、え、建物のなんかアクセント絵がびっくりマーク、え、あ、綺麗な回転。トモお待たせ、どうやらあれが試練の魔物のようねわーすごい、ね、バローン、バローエバーンベロリンパーもいるすげーや、あらあらすごいや、迫真の演技。ブローケン様から聞いたわ、勇者の目は魔物の生み出したまやかしを打ち破る技だって。その技がなければおそらくこの魔物を倒すことはできないはずよ。おー、ベロベロベロボ。よく聞いて、私が勇者の目を解くするにはこの戦いで何かを掴む必要があるわ。だからあなたにはこの魔物の相手を頼みたいの。ほう、私は意識を集中して魔物の、まやかしの魔物を見抜けるか試してみるわ。それができれば勇者の目もきっと、はい、はい、ベロロロロロ、怖い怖い、どうむほむほって言って、だいたい音割れてる。あらあら、はい、普通ですね、行きましょう。そうですね、ただはい、トモんとこのゴリさんは育ってるのでそうですわね。やれゴリ、いけ殴れ、いけゴリラ。え、待って、魔法トン唱えたら大丈夫。あ、違うか、魔力耐性アップか、びっくりした。魔法トンだったら今俺死んどこだって今からえ、多くない、多くない、だいぶ多いな。お祭りじゃん、いっぱいいる。これもうあれだよ、偽物とか言ってる場合じゃないよ、全員やれ。そうだね。あー、なんか囲まれちゃったな、助けて人気者だ、ふわふわに囲まれてる多分だけど今あいつ獣くせえぞ。あー、ホイミンミじゃ間に合わんか。頑張れホイミンミ。ホイミンミお前ならできる。アンルシアの振りによっては作戦にもよるけど、アンルシアも回復できるでしょ。アンルシア全然回復ってないよ。あ、うんこ、ウェイ、え、復活したかベロリンマン。あいつは本体じゃないということ。アンルシア早くなんとかしてよバカ。早く掴んで何かを。あ、おー、文句言ったからだ。俺の文句が届盟友である俺の文句が届いたやめろよってわけ、てわけ、あ、うわ
ベロベロイ。そんなんじゃないよ、多分。は、見えたわ、とも。あの魔物の本体とまやかしの違いが。ベイ、ベイバー。え、まだやんの？とも、私が勇者の目を使ってまやかしの魔物を消し去ってみせるわ。よろしく。あなたは残った魔物の本体を攻撃して、力を合わせて頑張りましょう。もた、もたたろ可愛いね。さあ行くわよ。あなたなんかに負けないわ。行け。ビルル。ビルル。ああ、また喉やるやつだよ。はいドン。わっしょい。どっか。一回殴られたんじゃない？じゃあ。普通でお願いします。さっきの戦闘経験値もらえなかったから弱いでよかった説あるよね。そうだね、言ってくれたらいいのにな、ね、この戦闘は経験値は入りません、イベントで途中で戦闘が中断されますって言ってくれればよかったのに。ねえ、何も面白くねえなその RPG。 アンルシアの居場所がわからん。あ、いたいた。今アンルシアはあれよ、あのハローワーク。あ、マジで、うん、こんな時に勇者も大変なんだな。そう、勇者っていう役職だけじゃ仕事にならなかったらしいよ。まあお金にはなんないだろうな。まあ先祖代々からだから親の七光みたいなもんだからね。やめろや。あ、ヤガもそんなこと言ってるから殺されてる。よっこいしょ。あもうロトの勇者の系譜ってもはや親の七光みたいなもんだからね。しかもロトも言うほどな、あの伝説っぽくもないもんだ。ねえ、やっつけた、はい、終わったわ。すげえ食らってっけど、あの人早かったな。顔右目、左目ぶん殴られたな。やったわ。しんどそう。ありがとう、とも。下にボタン映ってんだけど。かわいい。見てるね。かわいい。見てるね。なんだあいつ。お、得得した。いいな、勇者が光って。北海道はあったかい。これは体の中に力が湧いてくる。どこからともなく声が聞こえる。ほほ、トモ、アルシア姫聞こえるであるか。はい。あ、ブロンゲン様のお言葉があるので聞いてほしいのである。はい。勇者姫アルシア、そしてトモよ、試練の魔物を倒したようだな。この試練を果たしたことを認めよう。ありがとうございます。勇者姫に真偽を見極める力が宿り、勇者の目を得得したことを、英知の冠の一人としてここに宣言する。ありがとうございます。ありがとうございます、ブロッケン様。でも私一人では無理でした。友がいたから得得できたのです。あと二人、と、ホイミ。ホイミ。その通りだ。本当にその通りだ。友だけではない。怒られている。お前らのところにはもっといっぱいいろいろいた。あ、その通りだ。ハジャのヒギは勇者と盟友の二人と、そこにいる仲間のみんなの英知とか努力とか、そういうのが全部揃ってこそ真の力を発揮すると覚えておくがよい。はい、よく覚えておきます。はい。はい。覚えたか今。覚えた覚えた。こんだけ喋ったのにお前、はい、はいしか言わなかったけど大丈夫か。得得した。とにかくお疲れ様。二人とも秘密会議室へ一旦戻ってきてほしいのである。はい、はい、間違えたな。グランゼドーラ城に戻りましょう。トモも忘れずに秘密会議室へ来てちょうだいね。そこにいるずっとくちばしのやつに対しても俺を言ったであるか。あ、ありがとね。はい。あ、はい、目を見てから言え。ありがとう、ありがとうね、はい、ありがとう。はい。お前は何に対してはいって言ってるんだ。すいません、あのちょっとあのこのモンスター格闘場からの出方が分かんなくなってます。階段を登るのである。階段を目の前にある階段を登ったらすぐ着くのである。え、なんか違うドアに入っちゃったみたいです。じゃ あれ、俺も階段違うとこ入った。いや、階段をその登って、階段を登ってから1階のマップを開いた状態で1階マップを開くのである。すると右下の方がちゃんと入り口だったことが分かるのである。分かったである。その迷子、迷子アヒルみたいなやつは分からんのである。迷子、どこ行ったのである。どこだ、こ、あ、こっちか、あれ、逆だ。もうそろそろパート100が近いのに、ミタタの創作編で1パート使うかもしれないである。帰ってきました、帰ってきました、なんか帰ってきました。衝撃的であるが、そろそろこの動画2年ぐらいやってるである。すごいね。どこがおはぎであるか分かんないある。やっぱ途中でね、何か別のもの挟むのである。そうある。急にどうする、マリオパーティーパート50ぐらいまでやる。やだ。ちょっと長いな。またはあの CM 動画みたいな感じでさ、
ドラクエがいいとこになると急にルドー始まるけど、あ終わらないルドーよ終わんないもん本当に。チャッカチャチャッカチャチャッカチャカ、シャッ。ここはカットとされています。ケンジャーの執務室の前、アールがいなくなった。アールカットだからである。全然省エネだ。これが省エネだ。動画で使わないところは喋らないのである。こういうこと言うから使われちゃうんだ。困った困った。そのいなくなったの下りから使うのである。いなくなったあ、追いつかない。みんなやってきました。エレベーター、エレベーター。ケンジャ・ブロッケン様、ただいま戻りました。来たね、ともにアンルシア姫。ブロケン様よりお言葉をいただいてるので聞くのである。はい。ご苦労であったな、二人とも。アンルシア姫は覇者の秘技の一つを得得し、勇者としてさらなる成長を遂げた。その秘技を盟友友とともにんなんだよ、しょうがねえだろ。他にもいいんだろよ。それを代入することぐらいできんだろ。エニックス、お前は。その秘技を盟友友とヤガモンと、モタタロとともに今後の戦いに役立ててくれることを願う。あとホイミミ、はい、あとホイミミ。あ、そして友よ、お前の働きは勇者の盟友に誠にふさわしいものであった。ありがとうございます。あらかじめそこにいるミルトに報酬を渡してあるので受け取るがよいということである。はい、はい、あーる。何くれるん、何くれるん。これミタタロさんだったよね。それではとまずもこちらの報酬を受け取りください、うん、ビジュアルと明らかに演技違うんでもう1パターンもらっていいですかもうあの時は戻らないので進んでください。なんかちょっとかっこいい。じゃあ次からお願いしますね前に進んで振り向かないでかっこいいこと言ってるひゅっあっ、いなくなりやがったやつ。いや来たで。おっぱ、調子はどうだと思う。少しばかり心配だな。様子を見に来た。いやもう全然っすよあ、ルシェンダ様、私勇者の命を得得しま、しま、しま。え、はあ、何やだどうしたアンルシア、私の顔に何かついてるか。いえ何でもありません。なるほどな。物事の真偽を見極める勇者の目を確かに得得したらしい。はっ、真偽を見極めてしまったこれからもその調子で頼むぞアンルシア。それに友と、ヤガモンとモタタロとホイミミ。あえ、お前何見たの、教えてよ。友よ、この世には見えぬ方が良い真実もある。今のはその一つ、気にしないことだ。あ、ルシェンダの見た目がものすごいババアとか。というわけで、トモもお疲れ様だったのである。ヤガモンもモタタロもホイミミもお疲れだったのである。ありがとうね、ありがとうね、本当に。はぁ、あ、疲れちゃったね。じゃあ今回はここまでということで、待ててみつけ収録おしまいということで、はい、取れ高が足りないということで、はい、じゃあ次どれ？させましょう。近いやつ。青の椅子。青？あ、これ？はーい。じゃあ こちらです。まあ、誰でもいいのか。順番は関係ないんじゃない？俺エイドス好き。どういうやつだっけ？エイドス。どうやらわしの出番が来たよじゃな。このじいさん、久しいな、トモよ。まさかお前が勇者の盟友であったとは。世の中というのは狭いものよな。ね、狭いね。わしの預かったヒゲは勇者の盾、魔物の生み出す幾多の災いから過去の光にて皆を守るという技よ。大魔王やその眷属とこのヒゲなしに戦うことは危険だと言えるじゃろう。しかしこの秘技を得得したいのならば、わしの与える守護の試練を果たしてもらわねばならぬ。はい。お前はアンルシェ姫と共にわしの用意した魔物の試練の花な、倒すのだ。この試練受けてもらえるな。はい、よろしくお願いします。また来るよストーカーが。なんでそんな言い方するのかしら。タイミング過ぎだろ。いや、疑ってたんでしょ。聞いてたわ、すべてドアに目耳つけて
来てた。ハジャの秘技の試練をエイドス様から受けたよね。はい。エイドス様、私は必ずや友と共に試練を果たします。友と共に。なめてんのかってお前。よろしい。ブクランド大陸のポポラ地方の南東にある賢者の隠れ家、その奥、ドクガの間に試練の魔物を配した。ポポラ地方の南東。ポポラ地方へはオルフェアの町からポルフェア地方を東へ出て東へ進む。東へ出て東へ進めばたどり着けよ。言ってることがバカのように聞こえるが、そうではないぞ。アンルシア姫、それに友よ、見事試練の魔物を打ち倒してみせるがよい。はい。シュンゴ、さらに東ということ。友と共にっていうことかな、守護って。友と共に、守護。友と共に。いやほら、なんか守護がなんか、守護と術語がすごいなんかめちゃくちゃになってるから。守護は友、術語は友。今多分この世で一番、この瞬間一番頭の悪い会話した。本当にびっくりした。ペロリ。俺トモボットになってた。今んとこ切り抜いてほしいね。トモ。IQ3 もなかった。IQ3 もないトモって言ってるトモの、あの山が八神のトモの絵の音源。そう。いやさ、最近さ、はい、あれ東オルフェアの町を出て、オルフェア地方東のさらに東である。東だからなんかどっか行けるとこないかな、釣り路しかない。ピーピーのお宿までは行っていいんだよ多分な。なるほど。わかりません。使えねえシーンだな。見た。すみません、わかりません。うまいなお前。ありません。あんまり嬉しくない。